ローマの税関警備隊の征服、ドイツ税関博物館の展示徴税人とは、国家や封建領主から税金を集める仕事を受け負った人で中世時代以前の社会における税徴収の役目を担っていた。ルイス・キャロルのスナーク狩りに登場する徴税人、ヘンリー・ホリデーによるイラストから。 他の人や企業から未払いの税金を徴収する人でこの用語は納税申告書を監査する人にも適用されている。修税人はしばしばフィクションで悪人として描かれ、聖書の中でも徴税人と罪人として一括りにされるほど古代からステレオタイプの悪人として登場する。市民から正規の税に上乗せして高額な手数料を取り、 私服を肥やしていたことが多く、市民を苦しめていた。また、税金を払えない人間に対する懲罰権を持つことが多かったり、徴税のために多額の現金を持ちながら歩き回る職務から護衛を連れているため民衆への不当な懲罰や暴行も後を絶たなかった。徴税人は近代になると税務署に置き換わって消滅した。最古の職業の一つとも言われ、 ローマ帝国時代から存在していた職業で、新約聖書にも登場する、聖書の中でも極悪人として書かれており、キリストによって改心した人物として登場している。十二使徒の一人またいも超税人であった。新約聖書のルカの福音書十九章に登場する、鳥税人ザーカイは、強欲な取締りを行う金持ちで、人々から罪深い男と言われたと記されている。 ユダヤ人社会では同胞の裏切り者とみなされ、忌み嫌われていた。フランス革命を、はじめ多くの革命で国民の敵として、処刑対象になってきた。ありがとうございます。